キャノン EOS-1V は、キャノンが開発2000年から2018年まで販売していた EOS シリーズのフラグシップ機である。35mm フィルムを用いるキ n ノンのカメラでは、最後まで販売されていた機種である。キ n ノン最新鋭のプロ用 35mmAFAE 一眼レフであり、キ n ノンは、プロフェッショナル一眼にはどんな場所でも安定して、 動作することが必須条件と考え、カメラボディには厳重な防滴防塵処理が施されている。シャッターボタン、電子ダイヤル、背蓋、その他操作ボタン、ボディ合わせ部分、ボディマウント部等の総計72箇所にシリコンゴムにより、防滴防塵加工がなされている。また、シャッターは、マグネット吸着面を使用しない、ロータリーマグネットにより、線膜、 語膜の制御を制御しており、これにより砂糖の侵入で起こるシャッターの動作不良を克服している。AF 制御工学系は、レンズ等に体温質に優れた素材を用いたり、AF モジュールを強固なボックスに収めて、耐衝撃性、体温疾性を上げている。高度な技術を投入して作られたカメラであるが、その反面、ユーザーによっては高度なシステムを操作するということを、 わずらわしく思うものが出てくる恐れがある。それをなくすために、操作やカメラのフォルム、ホールド感は、カメラのホールド感やボタン、ダイヤルの操作性が高く評価されている EOS の、初代フラグシップ機、EOS-1 を継承しており、操作は EOS-1 と、ほぼ同等である。ボディのみにおいて、秒間最速3.5コマの連射性能を持つが、 パワードライブブースター PBE2 を使用することによって秒間最速10コマの超高速連射が可能になる。なお、これらの数値はマニュアルフォーカスかワンショット AF 時の数値であり AI サーボ AF で追従撮影を行う際はボディのみで秒間3コマ PBE2 使用時で秒間9コマとそれぞれ連射コマ数が減る。また、 パワードライブブースターは連射のためだけでなく、縦位置撮影時のカメラの操作性が上がるようにも作られている。多項目のカスタムファンクション、パーソナルファンクションを使用することによって、ユーザー個人が最も使いやすいよう設定できるようになっている。ただし、パーソナルファンクションは別に EOS コントロール用のソフトが必要。Canon EOS 唯一のフィルム一眼レフカメラ EOS-1V を販売終了デジカメウォッチハットフィルム一眼レフカメラ EOS-1V 販売終了と修理対応期間延長に関するお知らせキャノン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社ありがとうございます